どうも、うずです。本日はドローンの話を言ってみたいと思います。ドローンね最近出だしふざけてるな。で、ドローンの話というと、ここ最近ドローンを超えたドローンという見出しで紹介されていた、ドローンですだったんですけど、私一回このGoPro のね、カーマっていうものをちょっと動画で紹介させてもらって、まあその後、まあちょっとユーザーの方からお聞きした DJI ってところの Mavic っていう、Mavic Pro っていうドローンの方に注文変更というかね、気持ち変更してそちらを頼んだ形になったんですが、先日、GoPro の方のこのカーマは全品リコールということを発表されました。まあ理由としては運転中に電力が低下して落下してしまう恐れが出たためとなってます。まあ一番まずい感じですね、これは。で、対象となっているカーマは全世界で約2500台、まあということでかなりね、いい商品なんですけど、私が大好きなあのニューヨークのね、ケイシー・ナイスタットさんもこれ使ってて、まあ、DJI のそのマビックプロとこれと、あとはファントムで飛ばしてる映像なんかをやっていて、もうかっこいいなと思ってたんですけど、ただね、運転中に電力が低下して落ちる危険性があるとなっちゃうと、もうこれはね、使えるような感じにならなくなってしまうので、まあ大変かなと。で、問題なのがあのこの GoPro、私も GoPro 大好きで、こうケースにね、あの GoPro のセッションを入れてよく撮影なんかをやるんですけど、こいつね、 GoPro ね、やるんですけど、ただこの GoPro 自体がすごく業績がね、悪化してるそうで、ほんとちょっとね、まずい感じなのかもしんない。秋葉原のヨドバシの店員さんもそんなこと言ってました。 GoPro、 GoPro はその第3四半期決算でなんと2億5000万ドル損失を出していて、株価もすごい下がってしまってるんですよ。で、ここに来て2016年年末の商戦に向けて、この新機種 GoPro のドローンを発売したわけですよ。ところがこれが全て全品ね、回収リコールとなると、かなり厳しいよね、 GoPro さんね。本当に私、あの GoPro のね、今回あのヒーロー5ブラックも欲しいと思ってて、来年ちょっとね、手出そうかなと思ってたところなんですが、その商品自体も10月に発売したのに店頭には並ぶこともなく、在庫としてね、まあある意味日本市場はもう完全にこけたかなって印象があります。まあもちろん GoPro を今まで使ってる人、私も使ってますし、そういう人にとってはすごく重要なアイテムなのは間違いないんですが、ツールもいっぱいあるしね。ただ企業、会社としてはちょっと日本での戦略はもう結構厳しい状況になってきたんかなっていうところがございます。まあ大手量販店でも GoPro 取り入れるのが遅かったわけですし、もっと早くねやっといてくれれば店頭にずらずら並んで購入客も増えたんでしょうけど、そういう流れに持っていけなかったのは、まあどうなんでしょうね、日本企業が悪いのか、 GoPro さんがちょっと戦略ミスしたのかという、ちょっと私にとってはすごい悲しい感じになります。まあ一方、私が注文している DJI のドローン新型、Mavic Pro に関しても、これもリコールとかそういう話はないんですけど、ただ出荷はすごい遅れてるんですよ。というのも、私10月に注文をかけて、今11月になったんですけれども、まだ手元には来ていません。で、その間に3回ほどメールが来て、私たちはそのドローンのクオリティをしっかりさせるために最終的な調整点検入ってます、ユーザーの皆様には素晴らしい商品をお届けしますっていうメールが3回来たんですけど、それでちょっとなんか長引いてる感じで、まあ、ただこの辺はその空を飛ばす機械として、個人のね、一般の人が使うものとして、やっぱり安全性とかそういったものをいろいろ考えると、なかなかね、調整が難しいのかなっていうのも素人的には思いました。ということで、まあちょっとドローンね、今価格も徐々に下がってきて、手を出しやすく、やや出しやすくなってきたと思うんですけど、まあ、飛ばせるところとかのね、そういうところはまた別の話として、まあ、今回はこの GoPro のドローンカーマのちょっとね、損失はかなり GoPro さんにとっては痛いかなっていう印象が拭えません。だってもう年末挑戦はアウトだもんね、これでね、 GoPro のドローン戦略は。以上、本日ちょっとネットニュースに上がっていて、私も気にしてた商品だったので、ちょっとトークの方を個人的な意見で話させてもらいました。で、私うずのチャンネルはこのように、ネットのニュースのね、話をただ話してるようなだけの動画だったり、商品をいろいろ試してみたり、お出かけしてご飯食べてる動画だったり、いろいろやってますので、何か興味があるものがありましたら、ご視聴くださいませ。Twitter の方もかなり頻繁に利用してますので、そちらのフォローもしていただけると嬉しいです。で、 YouTube チャンネルはもちろんチャンネル登録してくれるととても嬉しいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ先ほど動画の中では、私が注文しているドローンもなかなか連絡来ないと言ったんですが、11月9日ようやく、この私の Mavic Pro 頼んだやつなんですが、発送されましたという連絡来ました。この後
開封動画やりますからね。届いたらだけどね。